こんにちは、M コンポレーションのカズリンです。本日はこちらですね、この度新しく開発されました EMU WP425 のご紹介です。こちらの EMU WP425 は、防塵防水レベルが IP66 となっております。IP66 の防塵防水性能といいますと、まず防塵については完全防塵そして防水については、あらゆる方向からの噴流水、強い水が当たっても中に影響を与えないというレベルになります。 そして、動作温度なんですが、周囲温度50度まで動作するように設計をしております。比較的高なところでもお使いいただけます。そして特徴なんですが、こちらのコネクターですね。すべてのコネクターが防塵防水性能を有しておりまして、例えば、ちょっと今接続してみますが、USB ですね、を付けたい場合、こちらの防水キャップを外していただいて、この専用ケーブル、この専用ケーブルを使って、 接続していただくことによって、防塵防水性能が保たれます。このナットですね。このナットをきつく締め込むというところがポイントになります。そしてもう一つ、これを見て、ちょっと気になっているお客様もいるかと思うんですが、この VGA。こちらノーマルに見えますが、このですね、スカートを履いたような VGA ケーブル、専用の VGA ケーブルを接続していただくことによって、 防塵,防塵防塵防水性能を保つことができます。普通の VGA と同じように接続した後、このネジですね、きつく締め込むことによりまして、このような形でですね、ここに隙間がない状態になりますので、粉塵や水が入らないというような形になります。そしてもう一つ特徴は、この通気弁ですね。この通気弁を追加しました。この通気弁は、このシャーシの中の 空気圧ですとか湿度、そういったものを調整する面になります。もう一つ最後にですね、改良した点と言いましては、CPU とこのヒートシンクの取り付け方法の変更を行いました。まずさらに密着方法を高めるですね、方法を取るように設計を見直したこと。そしてもう一つ重要な変更点は、 このヒートシンクと CPU の間にですね、さらに密着させるために、熱伝導させるために、アルミのシリンダーを使っていたんですが、これを銅に変更しました。アルミから銅に変更することによって、CPU からシリンダーを伝わってヒートシンクに、スムーズにですね、さらにスムーズに熱移動、熱伝導するようになりましたので、 え、この EMU WP425 は、さらに安定性、そして信頼性というものが向上しました。え、いろいろですね、え、ご質問、ご要望等あるかと思いますので、気になるお客様いらっしゃいましたら、ぜひ M コーポレーションまでお問い合わせください。